い、どうもありがとうございます。恋の季節をお送りしました。はい。はい。お、なんちゃん、皆さん来ますか。またこのバニーボーイかバニーガールなんだよ。もう男やから。すごいね。またなんか筋肉すごいね。多分一週間。え？変態。かっこいいようにおとんな、なんか。あれ多分ね、1週間ぐらい前からね、いやこそっと筋トレとか行ってやっとんですよね。もう努力家なんですよ。レーザー変態ね。ほんまなんか昨日も一昨日もね、一人でね、なんか行ったいうのでね、連絡ありました。いやあったわ。十分ですよね。普段ね、カホンでリズムをキープしてくれてるんですけど、ドラムやろうって、ね、このライブのためになんちゃんが言うてね、大丈夫かって、 ON のテンポ結構早いけどって、それ心配やったんですよ。はい、大丈夫。いやいや十分今言ってるんで、大丈夫大丈夫ねえちゃんね。はい、そんな感じでね、ON ね、今日の還暦記念のねイベント、皆さんたくさん来ていただいて本当にありがとうございます。嬉しいです。はい、先ほどね、このお客さんがどれぐらい来られたかなって見ましたら35名。すごい。でも本当にね、感謝しかないです。本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。こんな感じで、あとね、ちょっとだいぶ緊張してますね。どう、緊張するね。これね、お花の照明がまたいいんですね、これ。え？京都から滋賀から来てくれとないから。ほら、もうシャキッとしてやりますよ。いや、行くよ。もう全然大丈夫ですよ。それじゃね、次の曲は、昭和歌謡。これもヒット曲です。千秋奈美、喝采をお送りいたします。1, 2, 3, 4. いつものようI'm not afraid to die.
が、それでも私は今日も恋の歌歌ってる。照明とかいいですね。演奏しとってなんかあの気持ちがいいですね。ほんとこの霧がいい。これ霧でスモークね、このスモークね、なんかねいい感じに大丈夫です。もうちょっとだけかな。よし、ほんまの応援の方の感じで、はい、ちょっとまだ低いな、はい、ありがとうございます。続いての曲はね、あのこれはこの曲もね大好きな曲です。あの80年代に入ったね安全地帯、マイネタをお送りします。じゃあ頼みます。恥じらうよりただ
てがなくて、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心をまだ持て余しているのさ、この夜も。違う海
さっき来たのはぐれと見知らぬ人が指をさす金で雲を的の柄ついてみたけど遥かに片隅見えるだけさよならあなた私は帰ります風の音が胸を揺するだけとばかりするんですね。嫉妬仲間ばっかりなんだけどね。でもね、今日はまたこれ違う緊張感ね、この素晴らしいステージとね、このお客さんとこの照明さ、またいい緊張を楽しませてもらってます。え、すごいな。いや、なんちゃ久しぶりやから、4年、うち4年ぶりにこう思いのこれここでステージちょっと去年ね、ちょっと見に来た時にね、加藤さんがオープンやねんか、オープンでやでって言ったんですけどね、やっぱ今度出る時はね、自分らの企画ライブでここで立ちたいなと思って、もうその時から考えてました。はい。だから今日立てたのがね、もう夢が叶って最高です。ありがとうございます。Show になる、あ花になる。
Yeah.
ては出てくるから悪いことばかりじゃないと思い出かき集め殻に詰め込む気配がしてる
させていただきたいと思います。今日、ちょっと息切れ飛んですけどね、今日のね長いロングラウンドねライブ、本当にね、お付き合いしていただいて本当に感謝してます。ありがとうございました。今日の、出てもらったメンバーもう一度紹介したいと思います。もうこれね、あのいない人は僕はね、あのモノマネしてあの言います。まずトップバッターはゴールデンリリューさんです。おー、ロケドロックゴールドレイ、そして2番手は、グッチン&マイさんです。ありがとう、グッチさん、ありがとう、マイさん、ありがとう。そして、3番手はミックスジャックの皆さんでした。これやめて、これやめたらダメだね。ユキちゃんがね、ボーカルのユキちゃんの、とってもね、いや、素晴らしいポップス聴かせてもらいました。そして、4番手はオールドバーズ、あの大谷さんと、ユキのマスターの、ユニットです。ありがとうございました。はい、ね、あのベンチャーの大谷、はい、そして、なんとか間に合った、つよしの赤太郎の皆さんで、よかったなぁ、もう心配して途中で電話かけよったよ、ね、ご苦労様です、お仕事、お仕事ご苦労様です、ありがとうございます。そして、次は、チダのハーモニーの皆さん、どうもありがとうございます。皆さんのなかなか演歌、よかったよ。お二人の着物とこのてっちゃんのその服がまたええね、むっちゃうまかった、むっちゃうまかった、おしゃれやな、もうね素晴らしいです。はい、続いては、オールドタイパーズの皆さんです。どうもわざわざ京都滋賀からね、仲間来てるのもありがとう、本当にありがとうございます。ぜひ、また一緒に遊びだそうね。はい、ありがとう。そして、ラストはチームベンテさんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとう。はい、素晴らしい。はい、かっこいい、素晴らしいね。本当にどうも、ご視聴いただきどうもありがとうございます。そして、俺は、10代からの悪ガキ仲間、まこちゃんです。まこちゃん。今日来てびっくりしました。本当ほんまね。もう10代。俺は家で振ったんやったらもうちょっと生きびってから帰ってくる。それは生きびりがなかったな。ちょっと教えたぞ今。しごいたってくださいよ。彼はね昔のバンド仲間です。バンドがもうほんちょっとしかね、あの企画活動してない。彼にはよう教えてありましたわ。せやからこんなのあっとんねんはい、そしてね、先ほどもね、紹介しましたが、うちらの応援スペシャルでした。どうもありがとうございました。ね、本当に、長い時間、ね、もう本当にいっぱいのお客さんが来てもらって、ね、なんちゃんあんまり喋るけど、なんか一言いいよ。十分ですわ。大丈夫。その格好で帰ってください。俺が物語っとや。その格好で帰ってください。その格好で。その格好で。まあ、帰ったらな、嫁はんもおるし。何を言われたらいいの。変わらんな。まあ、まあ、変わらんな。逆やな、ほんまね。パンツがくれぐれもなくならんよ。そんな感じでね、あのほんま、どうもありがとうございました。応援の、このね、音楽と仲間たち、ライブ、お花、ライブ2023、どうも、これでお開きとさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。